はい、陰極5年目速稼塾の久保です。今回は麻生財務大臣がね、本当にね、いなくなればいいのになと思いながらこの答弁を見させていただきました。途中もうテロップでね、いろいろとツッコミ入れてますんで、それを読みながら、まあ、このやり取りを見ていただきたいと思いますし、最後に私もね、まとめをしますんで、そこでね、一緒に怒りに燃えていきましょう。特別定額給付金なら、もう麻生財務大臣がいる限りは特別定額金どころじゃない。日本の財政はもっともっと悪くなって、あなたのお財布から麻生財務大臣お金を取り上げてますよ。そのお金で麻生財務大臣はうな丼食ってますよ、10万の。この野郎。じゃあ VTR をどうぞ。言いますと、やっぱり去年の10月からですね、家計消費支出はなんと12ヶ月連続でマイナスになっていると。今年の9月は前年対比でなんと家計消費支出は 10.2% のマイナスですよ。まあ、いかに日本はコロナの前から経済が落ち込んでいたかという証拠になります。GDP ギャップをプラスにするというのは、先ほど来申し上げているように需要をつけてやる、まあ、そのためには給付金とか減税とかですね、そういう政府がお金を配るということが非常に大事なことになりますが、大臣、いかがお考えですか。麻生大臣。いろいろなギャップの話っていうのでご意見が出てますが、需要を増やすっていうことが、まあ、大事というご趣旨ではないかと考えますけれども、新型コロナへの対応ということで言われるんだったら、これは二度にわたる補正予算とか、事業とか雇用とか生活を守るということは、いろいろやらせていただいた施策というのを着実に実行してまいる中で、この民間の需要というものは回復していくことが重要なんだと思っております。で、民需主導の成長経済に戻していかんと、政府支出だけでそれを賄うのには限度がありますので、その意味では、私どもとしては、新たな経済対策というものに関しましては、いかにして民需主導に構造を切り替えていくかというのが一番大事なところだと思って対応して、少なくともこれまでやった中で効果のなかったものはやめる、そしていろんな意味で、私どもとしては、規制改革が始まって、デジタライゼーションとかいろんなものが今出てきつつありますけれども、そういったものをなるべく民需主導につながっていけるようなものには、さらに支援をしていく等々、いろいろメリハリのついたものに付け入り替えていかんといかんところではないかと思っております。渡辺芳美君。まあ、その民需主導というのは、まあ、昔からですね、キャッチコピーとして使われているんですけどね、その民間が大変冷え込んでしまってるわけですよ、家計消費をはじめとしてね。デフレギャップが55兆円からちょこっと持ち直しても、おそらく30兆円以上ありますよ。まあ、世耕自民党参議院幹事長は、30兆から40兆円の第三次補正予算が必要だと、まあ、妥当な数字だと思います、私もね。でも、今までのやり方、つまり各省持ち寄りで、積み上げ方式でやっていって、30兆円も40兆円も積み上がるんですか。政治主導でですよ、政治主導で、あるいは官邸主導で、ドカーンと給付金配る、大減税やる、まあ、そういうことでもやれば話は別ですけれども、第三次補正30兆も40兆も各省積み上げて積み上がるんですか。麻生大臣。政治主導というのの意味がちょっとよく分からんのですけれども、
財務省においてこれしっかり予算を詰めながらやっていかないかんところで、ところなんだと思いますけども、少なくとも予算の規模のみで評価するのは正しい見方とは言えんのだと思いますね。その意味でいわゆる私どもとしては質の高い予算を編成していくということになるんだと思いますけれども、少なくとも金を配った結果どうなったかっていうのはよく今いろんな方がよく言われますけれども、少なくとも個人の預貯金は市区で増えております。あの時は10万円を配ったのはかなりの部分が多くの方々に助かったということと同時に、それはかなりの部分が預貯金に回らなければあんなに十何兆も増えませんから、預貯金がその前の主力に比べて7兆ボーンと増えております。数字ご存知の通りなんで、金配っただけじゃダメです。それが確実に使われなければ意味がありませんので、マネタリーサプライというものであって、そういったものがきちりと増えていくことにならんと景気対策にはならんのだと思っております。渡辺芳美君。とにかくですね、日本は残念ながら子どもが減ったせいでデフレになったわけじゃないんですよ。日本の マクロ経済政策の舵取りを誤った結果デフレになってるんですね。それはもう繰り返し先ほど来議論があるように、増税やっちゃいけないときに増税をやる、金融緩和をやるべきときに金融引き締めをやる、この失敗なんですよ。だから今例えば給付金が効果がなかったかのようなことをおっしゃられましたけどね、給付金配った頃は家計消費支出もマイナス幅が縮小してるんですよ。例えば6月なんかはマイナス幅が1マイナス 1.2% ぐらいに縮小してますよね。ですからそういうお金は一時的に滞留することはあってもですね、使われるようになるんですよ、これは。ですからこれは第3次補正予算というのがですね、非常に日本経済のこの財政の崖、これを考えたときに非常に大事なことになります。今円高がちょっと嫌な感じで進んできてますね。今日あたり103円台、いかがだったでしょうか。こんなふうに、ね、まとめてみましたけども、結局ね、私の方から言わせていただければ、麻生さんが言うようにね、お金を配っても効果がないって言いますけども、それは逆でですね、効果があるところまでお金を配らないといけないんですよ。やっていて実行して、はした金だから効果がないってことを、気づいてらっしゃらないのとしたらね、財務大臣で言いながら、一番財務、財政のことについて素人ですよ、この人は。こんな人、なんでこの地位に当てたのかなと。本当にね、これ、日本を貶めるために、どっかの国が仕組んだとしか思えないですね。いや、本当にね、麻生さんは、こうやって、国会議員のバッジを取り上げないといけないっていうかね、日本国民のその権限すら取り上げないといけないんじゃないかなってところまで来てますよ、もうこれは。で、いろいろとね、言いたいことあったんですけども、その民需主導とか言いますけどもね、やっぱりね、民間主導で経済を盛り立てていってほしいっていう思いは、麻生さんもあると思うんですけども、だったらね、増税するなよと。増税したりとかね、プライマリーバランスの黒字化とか言って、国民からお金を取り上げるようなことをして、引き締めて引き締めて引き締めてしまえば、それはお金使えなくなってくると。で、使う、お金がないんですよ。お金使おうかなと思ったら、借金をするか、誰かからもらうしかないってところまで来ちゃってるんで、だから、もっともっと国からお金を流していかないと、民間の方へね。民間にはもうお金がないわけですから。で、民間にお金がある、お金があるって言ってますけど、それはね、内部留保としてのお金がありますよ。内部留保としてはね。内部留保っていうのは何かっていうと、今使ったらやばいから将来のために取っておくっていう不安からお金が使えないんですよ。これ民間レベルでも同じで、将来自分の老後がどうなるか分かんないから、だからストックしておくんですよね。でも仮にベーシックインカムで老後も毎月10万とか15万配られますよってなったら、貯金する必要がないんで今使いますよね。経済良くなりますよね。税収上がりますよね。だから将来不安はもっとなくなると。
こういういいサイクルが生まれるのはそんなに難しいことではないと思うんですよね。要するにね、国民がお金を使いにくくしてるっていうのが麻生財務大臣の政策なんですよ。だから麻生さんがいなくなれば全部うまくいくんですよ、うん、で財務大臣がね一番経済の素人ってところ本当頭が痛いことだと思うんですよね、うん、でその他にもね今回そのコロナショックで30兆とか40兆とか需要が減ってるわけなんで、今のその予算編成だとね30兆40兆減った分が埋められないっていうふうに吉見さん言われて、渡辺さん言われてましたよね、この質問された方が。で今のままじゃこの減った需要が取り戻せないから、世耕さんが言うように30兆40兆の経済対策、国民生活支援ドカーンといかないとダメでしょうと。国民全員に10万円配ったら13兆とか埋まるし、20万配ったら26兆埋まると。こんな単純なやり方はないと。で消費税を一時的にね、まあゼロにしたらこれまたね20兆30兆っていうのがすぐに埋まるわけですよ。だこういうことすごくシンプルなんですけどね、うん、だからなんかね、うん、なんとも言えないですけどね、うん、まあ肝心なこと最後に言われてましたよね、日本の経済対策、経済がうまくいかないのは少子化だからじゃない。これね多くの国民も勘違いします。少子高齢化だから国民経済が回らないわけじゃないんですよ。だって江戸時代って3000万人ぐらいしか人はいなかったんですけども、明治維新を超えてですね経済どんどん膨らんだわけじゃないですか。だから3000万人からでも1億人になるんですよ。っていうことはまだ1億人まで減ってないですから、この1億2000万からもっともっとね需要経済っていうのを膨らませることができるんですよ。なんでできないかっていうと、国民一人一人がお金を使いにくくさせている政策のせいなんですよね。まあということでね、いろいろ申し上げましたけども、この麻生財務大臣がいる限りは日本はうまくいかないなというところで、麻生財務大臣を下ろすためにね、もう露骨に麻生財務大臣の事務所にもう電話をしていくとかね、なんか徹底的に打つ手はないんですかね、うん、でちなみに今回のね動画キャプチャーさせていただきましたけども、後ろで黒いマスクしている人、あなたはねサボってばかりないでなんか言いなさいよもうずっとカメラに映ってるのよくこんなことができるなと。この人を政界に送り込んだ地域の人もね、本当責任ありますよ。こういう人がテレビに映ってる限りその個人を特定して叩きまくらないとダメ。これは政治家は叩きまくらないと。こうやって寝てるだけでね、このなんか今すごく大事なことを言われてた答弁だと思いますけども、こんなのられに食われてしたことでね眠たくなるようなことしちゃダメなんですよ。もう叩き起こして、ね、もうこの野郎以上です